本日もご視聴ありがとうございます。今回は桜坂と日向坂の仲良しペア10選について紹介していきます。桜坂46と日向坂46にはたくさんのメンバーがいます。その中では仕事仲間という枠を超えてプライベートでも仲がいいというメンバーもいます。中にはメンバーの家に4連泊するほどの強者ペアもいます。では誰がどのくらい仲がいいのか紹介していきましょう。当チャンネルでは坂道グループの知られざるエピソードをまとめて紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップしてぜひ登録をお願いいたします。長澤奈々子渡辺梨花ペア。長澤さんと渡辺さんはとても仲が良く、欅坂メンバーの中でも際立つゆるふわコンビとして有名です。長澤さんと渡辺さんのゆるふわコンビ企画が好評だったことによって、欅って書けない?のコンビロケ企画がスタート。どのようなロケだったのかというと、食べ歩きのロケを行いました。長澤さんと渡辺さんは北千住を訪れて、オムライス屋や小田さん一押しの大学芋屋に行くという予定だったようです。ですがこの2人は途中で見つけたタピオカ屋やコロッケ屋など寄り道ばかりで、かなり時間がかかってしまったんだとか。時間はかかってしまいましたが、予想以上の美味しいお店が知れたりしたので、楽しいロケ企画になりました。その他にも、移動している道中で工事の騒音計を見つける2人。すると、その前でジャンプをし始めて遊び始めるなど、ゆるふわコンビらしいロケでした。志田真中、渡辺梨紗ペア。志田さんと渡辺さんはとても仲が良いことで知られています。仲が良すぎるあまり、こんなエピソードもありました。欅って書けない?で、仲良しメンバーの紹介があった時のこと。その際に、渡辺さんが実は志田さんではなく、小田さんのことが好きだ、ということが発覚。すると、志田さんは涙を流してしまうというアクシデントが発生してしまいました。渡辺さんとしては、志田さん、小田さん両方とも好きなのですが、意味が違うそう。英語に例えると、志田さんはライクで、小田さんはラブらしいです。ハブ・ミズホ、小池・みなみペア。ハブさんと小池さんは、二人でプリクラを撮ったり、よく一緒にお昼ご飯を食べたりしています。さらには二人でディズニーランドに行ったりもするほどの仲良しです。そんな二人はファンから、ハブ・ミーコンビと呼ばれています。小池さんのお父さんは、ハブさんの彼氏感ある表情に魅了されてしまい、ハブさん推しになってしまいました。さらに、こんなエピソードもあります。ある日、ハブさんと菅井さんが韓国旅行に行きました。もちろん、小池さんはそんなこと知りません。後日、韓国旅行に行ったことを知った時は、ひどく嫉妬してしまったとコメントしていました。それほど、小池さんとハブさんは仲が良いということですね。もはや、恋人を超える友情が二人の中にはあるのかもしれません。渡辺梨花、守屋あかねペア。渡辺さんと守屋さんは仲が良いことで知られています。では、どのくらい仲がいいのか紹介していきましょう。この二人はプライベートでディズニーに行くほどの親密さだとか。しかも、私服ではなく、お互い制服姿でディズニーを楽しんでくるそうです。なんとも楽しそうですよね。その他にも、お互いに好みのファッションが似ていることから、ショッピングを楽しんだりしているそうです。そこで買ったアクセサリーなどを、二人で合わせてイベントに登場する時もあります。例えば、握手会でお揃いのカチューシャや髪型にするほどです。さらには、SNS などでファンから、なんだこれ?となるような謎の写真を二人で撮ったりしています。このようなことから、とても仲が良いことが伺えますね。佐々木久美、菅井優香ペア。菅井さんと
日向坂に所属する佐々木さんは仲が良いことで知られています。二人に共通していることは漫画が好きだということです。共通の趣味があることでよくプライベートでジャンプ店に行ったりしているそう。そんな仲良しの佐々木さんと菅井さん、あるロケ以来、後輩の佐々木さんは先輩である菅井さんのことを下の名前で呼ぶようになりました。とても親密な関係だということが伺えますね。先輩、後輩という関係ですが、実は同い年の2人。そんな2人はグループが解明される前から意気投合し仲良くなっていたそう。お互いに相手のことをどのように思っているのかコメントしている時がありました。佐々木さんは菅井さんのしっかりと周りに気を配れるところを尊敬していると話していました。対する菅井さんは佐々木さんの何でも器用にこなすことのできるオールマイティーな部分を尊敬していると話していました。そして共通していたことは、お互いがキャプテンとしての活動を評価し合える貴重な存在であるということでした。菅井優香、羽生瑞穂ペア。菅井さんと羽生さんはプライベートで2人でユニバに行ったりしています。さらに2人の行動力は国内にとどまらず、韓国にも旅行に行くほどだとか。いつから仲が良くなったのかというと、実は欅坂が結成された当時から仲が良かったそう。お互いアニメが好きだという共通点があり、アニメの話で意気投合。それからは2人でアニメのイベントに足を運んだりしているそうです。古くからの親友である2人は、今でもツーショット写真がブログによく上がったりと、お互いの仲の良さは続いているようです。森田光、関由美子ペア。森田さんと関さんも仲がいいことで知られています。2人が水族館に行った際、お揃いの人形やイカのキーホルダーを購入したりと、とても仲がいいことが伺えますね。さらに2人には共通点があります。なんとどちらも福岡出身なのです。そのこともあってか、2人は仲が良くなったのかもしれませんね。そんな2人はファンの間から福岡コンビという名称で呼ばれています。森田さんは関さんが自撮りをしている際にさりげなく映り込んだり、ダンスを関さんに教えるために関さん宅まで足を運んでくれたりしているそうです。一方、関さんもアミューズメント施設でその場にいない森田さんをモチーフにした絵を描いたり、森田さんの誕生日をブログで祝福したりと、森田さんを気にかけていることがわかりますね。またお互いがいろいろな場所に行こうと誘い合うぐらい仲がいいです。牛尾紗理奈、小池美奈美ペア。小池さんと日向坂に所属している牛尾さんは、一緒にスイーツやご飯を食べに行ったり、ディズニーシーに行ったりしているそう。さらには2人でビデオ通話をするほど仲がいいそうです。小池さんは自身のブログで牛尾さんについての思いを語っていました。牛尾さんとは昔から友達だったと思うほど仲がいいとコメント。また牛尾さんの性格から口癖、全てが大好きであるとも話していました。小池さんは牛尾さんのことを同じ坂道グループのメンバーとしても大切ですが、一人の友達としても大切な存在だと話していました。渡辺梨沙、尾関梨花ペア。渡辺さんと尾関さんはよく二人で焼肉に行ったり、仕事で移動するバスの車内でも隣同士で座ったりするほど仲良しです。また他のメンバーと一緒にいる時でも二人でイチャついたりと場所を選びません。また渡辺さんは尾関さんにキスを仕掛けたり、隣の尾関さんの腕をつかみながら食事をしたりと、まるで恋人のよう。その思いが強すぎて、渡辺さんが尾関さんにハグをすると殺されると訴えるほど強く抱きしめてしまいます。
そんな尾関さんもそれだけ自分を可愛がってくれることから、渡辺さんのことが大好きだと語っていました。年齢は尾関さんの方が上ですが、まるで二人とも同い年の友達と思えるほど仲良しですよね。山崎天、関由美子ペア。山崎さんと関さんはとても仲がいいです。では、どのくらい仲がいいのかというと、仕事の移動で使う新幹線ではよく隣に座ったりしているそう。その他にも、山崎さんは関さん宅によくお泊まりに行くそうです。それだけでも仲がいいと伺えるのですが、驚くのはその日数。なんと4日間も連泊するそうです。仲が良くないとこんなことはできませんよね。そんな2人はお互いとも2期生なのですが、年の差は7歳もあります。しかし山崎さんが大人っぽいからか、2期生の中で一番仲が良いそうです。ちなみに山崎さんの妹は関さんのファンなんだそうで、部屋には関さんのポスターが飾ってあるそうです。さらに関さんは山崎さんに会うと、なぜかいきなり首を掴んだりするほど、仲良しならではの面白いエピソードがいくつもあります。斉藤冬香、上村里奈ペア。斉藤さんと上村さんは結成初期からのメンバーで、当時から仲が良かったそうです。仲が良いからならではのこんなエピソードがありました。ある日、平手さんが食べかけのアイシングクッキーを斉藤さんにあげたそうです。すると上村さんは小声で、間接キスだみたいなことを言ったとのこと。平手さんと斉藤さんの間柄に嫉妬してしまったのかもしれませんね。いかがでしたか？仲がいいことはとても良いことですね。生涯の中でこんなにも仲良くなれる人と出会えたことをとても羨ましく思います。これからも頑張ってほしいですね。これからもなかなか知られていない坂道グループのエピソードや物語を投稿してまいりますので、見逃さないようぜひチャンネル登録をお願いします。それでは皆さんお待ちかねの本日の坂道クイズのコーナーです。今回の問題は、坂道ファン歴が長い人ほど答えやすい問題です。あなたはメンバーのプロフィールまでわかりますか？わかった方はコメント欄に答えてくださいね。それでは問題。今回は坂道グループの中でも日向坂46から出題します。日向坂46は4期生の加入で連日注目を集めていますよね。皆さんの4期生の推しも教えてくださいね。さて、そんな日向坂46の最新エイスシングル、月と星が踊るミッドナイトのセンターを務める斉藤京子さんは低音ボイスが非常に魅力的ですよね。また番組内でもツッコミどころ満載のシーンや癒されるシーンなど様々です。では問題です。日向坂46、1期生、斉藤京子さんの生年月日は次の4つのうちどれでしょうか？ 1. 1996年10月21日、 2. 1997年9月18日、 3. 1996年6月15日、4. 1997年9月5日。正解だと思う番号をコメント欄で回答してください。答えは後日コメント欄で発表いたします。それではまた次の坂道クイズ動画でお会いしましょう。